こんにちは、荒木和弘です。令和3年2月12日金曜日のショートメッセージをお送りします。まず何度も申しますけども、来週の火曜日2月16日金正恩の誕生日ですが、誕生日に関係なく予備役ブルーリボンの会のライブを行います。ゲストは信志翔さん、この、恵みへの誓いの監督ですね、においでいただいてお話をお伺いします。予備役ブルーリボンの会のチャンネルはこのチャンネルと違います。ぜひ探していただいて、でチャンネル登録もよろしくお願いします。でさて、昨日お話したワンビアさんの話なんですけども、もう一つおまけみたいな話をしておきます。ワンビアさんの話のでですね、思い出された方いるかどうか分かりません。北朝鮮でいろんなテレビの場面とかあります。で集会なんかがあって、例えばキム・ジョンイルとかキム・ジョンウンが入ってくる。そうすると観客がですね、みんなわーってこう拍手するわけです。で、この拍手はなんでこんなにずっと続くのかというとですね、答えは簡単です。最初に辞めた人間が捕まるからです。で、みんなわーってやってる時にもう辞めちゃうと、めんどくせえから辞めちまおうって言って、こうやって手を下ろしちゃったらば、 あいつはきっとなんか忠誠心がないんだという話でですね、後で、捕まります。で、まあ、だからもうやめることはできないと、もうでもう金正恩がこう制止をして、やめろやめろっていうふうに何度も何度も言って、仕方なくやめるというふうにしないとですね、やめられないということです。まあそういう拍手なんですね。でさて、もう一方でですね、この拍手に対して受けてる方はどう思ってるかということで、ちょっとですね、お知らせ、読み上げたいことがあります。この本お読みになった方もいるかもしれません。闇からの児玉といって、新三億さんとチェウニさん、このお二人はですね、新三億さんというのは韓国の映画監督、チェウニさんは韓国の女優です。で1978年にそれぞれ別々に香港から拉致をされます。で、北朝鮮に行って、でそこでですね、映画を作らされるという方です。日本でも映画マニアの中では知っている人が結構いる、プルガサリという映画、これ怪獣映画です。北朝鮮で唯一の怪獣映画、これを作ったのもこの人です。で、この新監督が拉致をされて、その後チェウニさんと一緒に、まあ、会わされるんですね。でその後宴会に呼ばれる、キム・ジョンイルの宴会に呼ばれます。その時のシーンが出てきます。夕刻からほとんど休む間もなく演奏していた男性バンドがいつの間にか出ていき、白いブラウスに空色のロングスカートを着た20歳前後の女性バンド員十数名が入ってきて、一斉に親愛なる指導者同士万歳と叫びながら飛び上がっていた。キム・ジョンイルはバンド員たちに手を挙げて投礼をし、もうそれくらいにしてという手振りをしたが、歓声はやまなかった。でこの時キム・ジョンイルは私の左手を取って前後に振りながら、全く予想外なことを口にした。新先生、あれはみんな嘘ですよ、嘘でやってるんですよ。たとえキム・ジョンイルが酔って口にした言葉だとしても、それは酔って本心が現れたように聞こえたという一節です。キム・ジョンイル自身がこれを信じていなかった。つまりやっている方も、そして受けている方も虚構だというのがですね、北朝鮮という国を本当に象徴的に表した言葉ではないだろうかなという感じがいたしております。ちなみに新監督をですね、拉致をした理由というのは、北朝鮮の映画の水準が低いからということです。キム・ジョンイルは映画大好きでした。でまあ、そのことでですね、自分がのし上がったという部分もあり、自分が専門家だと思っていた。でしかし北朝鮮の映画の水準は低い。で映画の水準が低いから、韓国から映画監督を拉致してくると、これだったらもう何でもありですね、ある意味。だからもう日本人の拉致だってまさかと思うような人も含めてですね、おそらくすごい数やってるんだろうというのは
もう向こうの発想が我々の発想と全く違うからです。でちなみにこの新監督チェ・ウニさんの拉致をされたのは1978年昭和53年ですが、この年に、田中稔さん、田口八重子さん、そして、千村康さん、浜本福江さん、蓮池薫さん、奥戸由紀子さん、市川修一さん、それから増本留美子さん、曽我ひとみさん、三好さん、と拉致が相次いで、います。政府認定だけでもこれだけいるわけですから、これもちろん未認定の人もいればもっとすごい数になる。この年だけです。一体本当全体にどれくらいやってるか分かりませんが、それはですね、理屈で考えてこういう理論でやってるんだろうなんてことはですね、考えない方がいいです。じゃなくて、もうですね、ある意味何か理由をつけてですね、ともかく連れてくるというのが当たり前だったということですね。そして当たり前で連れてきて、でこのようなまあ虚構の社会の中にですね、日本人を連れていったということを我々はしっかりと考えなければいけないんではないだろうかなというふうに思います。それをですね、まともな国のように考えて対していったらどうなるのかということは想像がつくだろうと思います。ディズニーランドとかですね、ああいうところでやってるアトラクション、王様が出てきたりとかですね、そういう王様のアトラクションに、我々真面目にですね、王様だと思って対するかということですよね。それと同じようなもんだというふうに考えた方がいいんではないだろうかなと思います。今日は北朝鮮の虚構ということでお話をしました。今日もありがとうございました。